異端の考古学者が、日本各地の民族的怪奇現象に遭遇する、妖怪ハンター。諸星大二郎さんの代表作の一つであり、唯一、無二の世界観を持つオカルトホラー漫画。足掛け40年以上続いている人気シリーズです。主人公は、妖怪ハンターと揶揄される考古学者、ヒエダ・レイジロウ。彼が、民族的な怪異、上々現象に遭遇する様が、短編から中編ぐらいのボリュームで描かれます。なお、 ヒ田ダ・レイジローは主人公ですが狂言回しであり、事態を積極的に収集する役回りではないのが本作の大きな特徴。妖怪ハンターもあくまでもあだ名であり、彼自身が何か能力を持っていたり、積極的に対魔を行うという物語ではありません。妖怪ハンターの単行本はシリーズの初期作である、地の巻、天の巻、水の巻の3回ほか、ヒ田の物語、魔性がたけ、妖怪ハンター。 ヒエダの生徒たちなどが観光されていますが、まずは、地の巻きがおすすめ。ヒエダレイジロウが初登場した、黒い探求者ほか、アライソサイクダ。のセリフで有名な、生命の木。鬼門に向けて鳥居を混流したことから、起こる恐怖の騒動を闇のマロウド。洞窟内に空いた無数の穴に落ちた時、待っているのは成功かそれともアリ地獄など、妖怪ハンターシリーズの醍醐味を存分に味わえるエピソードを多数収録。 短編ホラー漫画集としても読み応えのある一冊です。その他の漫画作品とは全く似ていない。諸星大二郎さんならではの世界をぜひ楽しんでみてください。